だが UFO の後ろ側に近いところにいた兵士たちに後で聞いたところによると、 UFO の一部が突然光り出し、出入り口らしい開口部が現れた。次の瞬間、眩しいほどの光が外に向かって放射され、その中から宇宙人たちが静かに空中に浮かんだまま現れたというのだ。それはまるで SF 映画を見ているような異様な光景だった。彼らは確かに我々人間とは違った生物でした。でもそんなに恐ろしい姿をしていたわけではなく、 SF に出てくる怪物でもありませんでした。前にも言った通り、見たところ人間に似ていて小さな子供という感じでした。ヘルメットも何もかぶっていず、体には何かぴったりした服をつけていたように思います。体は全体に筋張っていて、全身が硬直しているように突っ張っている感じでした。顎が尖っていて、梨を逆さにしたような我々よりはるかに大きな頭をしていました。もう少しその未知のその生物についての形態を具体的にイメージしたいので伺いますけれども、目はありました？ええ、顔の中で最も目立った部分で、異常に大きな目でした。ものすごく大きくて真っ黒でした。ちょっと猫の目に似ていると言ったらいいでしょうか。白目の中に黒目、丸くて端の方がつり上がっていました。いえ、白い部分は非常にわずかで、とにかく大きな目でした。そのために口や鼻はあまり目立たず、一緒にいた兵士たちの中でも誰も口があったことは覚えていません。頭髪はなかったんですか？いえ、ありませんでした。ラリー・ウォーレン氏はアメリカ・コネチカット州で行われたパッド・ガクリアード博士による催眠実験の中で、その時の宇宙人の様子を次々に思い出し、スケッチに描いた。宇宙人は体全体が光の中に包み込まれたように輝いていて、互いにぴったりと体を寄せ合ったまま、常に3人一緒に行動した。だが彼らの表情はまるで人形かロボットのようにいつも変わらず、手や足が動くところも見えなかった。腰には黒っぽいベルトと棒のような形の器具が付けられていたという。3つの未知の生物が司令官に近づく、その動きはどういう動きでした？人間がこうつかつかっと歩み寄るような形ですか？いえ、ただ地上に浮かんだままスーッと滑るように動くんです。不思議なことに3人とも全く同じ動きをしました。そしてある時、彼らは3人一緒にちょうど現場に到着したばかりの基地司令官ゴードン・ウィリアムズ将軍の方へ向かって動いていき、お互いに向かい合ったまま30分ぐらい何事かをしていたんです。その近くにいた兵士に後で聞くと、宇宙人と司令官が会話を交わしていたというんですが、私には何も聞こえませんでした。その上、私たちは一般人が近寄らないように警戒する任務があるほか、しなければならないことがいくつもあって、そっちばかりを見ているというわけにはいかなかったんです。でも司令官が我々にその場から立ち退くように命令したところを見ると、宇宙人との間に何らかの意思の疎通があり、合意がなされたことは確かです。宇宙人と将軍の間には一体どのような話し合いが成立したのだろうか。何よりも不思議なのは、ウィリアムズ将軍が UFO の着陸時期と場所をあらかじめ知っていたかのような行動を取ったことである。将軍はまるで宇宙人から前もって連絡を受けていたかのように、ウォーレン一等兵をはじめとする警備兵たちを森へ向かわせて警戒網を張り巡らせ、その後現地に姿を現して宇宙人と会見したのだ。宇宙人たちも大勢の兵士たちが UFO を取り巻く中で、誰が司令官であるかを知っているかのように行動した。彼らは警備兵たちが見守る中を空中に浮かんだまま滑るように移動した。そして薄い光のもやに包まれながら、まっすぐにウィリアムズ将軍のもとへ到着したのだ。ウィリアムズ将軍と宇宙人の間には、あらかじめ何らかの方法で打ち合わせがなされていたのだろうか。ところで、ここに事件直後から熱心に取材を続けてきたイギリスの UFO 研究家ブレンダ・バトラー夫人たちによって事件の詳細が書かれた本があります。日本名では第4の遭遇というふうに訳されているんですが、ここには事件の夜、空軍副司令官のホルト中佐自らが携帯用のテープレコーダーで生々しい現場の状況を録音したと書かれています。
で、そのテープには兵士たちが恐怖のあまりにパニック状態に陥り、泣いたり叫んだりする様子が手に取るように録音されていたとも書かれているんです。ホルト中佐はその録音テープはすでに消されてしまい残っていないと主張していた。だがその幻のテープをついに手に入れることに成功したのだ。ホルト中佐自らが UFO 着陸現場で録音したといわれる実況録音テープ、もはや消去されてこの世には存在しないと言われたその幻のテープが、実はまだアメリカの空軍大佐の手元に残っていたことが分かった。しかもかねてから我々がテープの行方を追求するよう依頼していたイギリスの弁護士ハリー・ハリス氏がついに手に入れたと連絡してきたのだ。果たしてそのテープにはどのような事実が録音されているのだろうか。早速マンチェスター州アルトリンシャムにあるハリス氏のオフィスを訪ねた。私はご依頼通り調査を進め、ついにアメリカ空軍のある高官がホルト中佐の実況録音テープを持っているという情報を手に入れたんです。そしてその高官の名前と電話番号をも調べ上げました。そこで私はアメリカに国際電話を入れ、その高官にテープを送ってくれないかと頼みました。彼はホルト中佐の親しい友人で、そのテープをホルト中佐自身からもらったと言っていましたが、ともかく心よくそれを私のオフィス宛に送ってくれたんです。この交換の名前を明かすわけにはいきませんが、その時に一緒に送ってくれた手紙がありますのでお読みすることにいたしましょう。ハリス殿、お約束のテープを同封します。テープの中のホルト中佐の声は本人のものですし、私が知っているネビル軍曹の声も聞こえます。彼は放射能特別防御部隊に所属している軍曹です。その他私の知らないイギリス空軍の将校の声も入っています。私はこのテープは本物だと思います。これだけ大勢の将校や兵士たちを集めて偽物を作るなどということは到底考えられませんし、またそんなことをする理由も考えられないからです。以上。実は私自身もホルト中佐に会ったことがあるんですが、このテープの中の声は確かに本人のものに間違いないのです。これがその幻のテープです。これには空軍副司令官のホルト中佐が軍の調査隊を引き連れて現場を訪れ、 UFO 着陸後に放射能を検出した時の状況と、その後再び UFO が戻ってきたのを目撃した時の様子などが、それこそ手に取るように録音されているんです。それではそのテープの重要な部分を抜粋して聞いていくことにいたしましょう。Closest to the Woodbridge base. Point one. And let's go clockwise from there. Point two. So this tree is between point two. I have a double of that two other personnel requesting to find a moment to use that your location. Tell them negative at this time. We'll tell them when they can come out here. We don't want them out here right now. That's nice. 今のは私の声だ。ボーレン氏の声がホルト中佐の部隊の無線の中に聞こえたという。それはボーレン氏たちの部隊が無線でホルト中佐の部隊のいる地点へ近づいても良いかと指示を仰いだのに対し、ホルト中佐が今は近寄るなと命令した。それにボーレン氏が了解しましたと答えたのがこのテープに入っていたのだ。とするとこのテープはますます信憑性が高いことになる。それにしてもこの時ウォーレン氏の部隊とホルト中佐の部隊との位置関係はどうなっていたのだろう。今このテープを聞いて初めて分かったんですが、ホルト中佐たちは私たちより一足先に森に入っていた第2波の部隊だったに違いありません。私は第3波としてその後から森へ向かって